ニベリー。おはようございます。皆さん、おはようございます。はい、4月の7日ですね。はい、火曜日です。はい、今日も始まりました。モーニングハニベリー。はい、今日もお届けします。はい、よろしくお願いします。若干のね、時差がありますね。私たちは、ね、はい、テレワークで動画を撮影していますので。テレワーク中です。はい。はい。さあ、今日はね、ちょっといろいろとある一日になりそうなんですけれども、ま、ハニベリ的なことから申し上げますと、はいはい、本日の夕方4時から6時は、コマラジでハニーオンベリーのウクレレ時の放送がありますので、ぜひ皆様お聞きいただきたいと思います。はい、いつもとほぼほぼ変わらずに、そうですね、放送できると思いますので、はい、そうなんです。はい、ただ私たちは、スタジオには、はい、行ってません。ないです。そうなんです。ここだけの話。はい、ここだけの話。ここだけの話、テレワークでやります。テレワークラジオ、ちょっとドキドキするね、今日ね、うんうんうん、でもさ、あれだよね、だいたい今コマラジ聞いてると、うん、どちらかのパーソナリティさんが必ずスタジオに行ってるじゃないですか。そう、2人ともいない、うん、多分ね、初だと思うディレクターしかいないっていうね。たださ、私たちの場合はディレクターさんがしょうちゃんとひろさんじゃない？2人ともおしゃべりできるディレクターだから、何も心配がないよね。そうなのよ。何かあってもさ、もうそのまま2時間しゃべってって感じだよね。そう。何か例えば私たちのね、送ったデータとかが事故にダメだったとしても、あった場合、うんうん、なんとかしてくれるっていう安心感があるので、はい、もう安心して、うんうん、私たちは文明の利器を使い、このテレワーク、はい、はい、リスナー、半分リスナーになっているよね。ちょっとすごい楽しみなの、今日。ドキドキでもあるけど楽しみ。そう、途中ちょい電話でつないでもらう感じだもんね。そういう感じです、皆様ね、はい、そのね、新しい試みもぜひリアルタイムでお楽しみいただきたいと思います。超画期的だよね、うん、と思う、うん、いけない。今日のウクレレの木スカイナウのゲストさんはデンマークの森さんです。イエーイ。ですごいよね。すごいでしょ、うん、ま、こんな時だから来ていただけるっていうのも実はあってね。はいはい、そうなんです、うん、でスカイナウは皆様 の参加希望を募っておりますので、皆様どうぞ夕方お時間ありましたら、はい、ここだけの話ですが、もう夕方じゃなくて大丈夫です。事前に撮らせていただきますので、そうです、皆さんお気軽にスカイナウ出演してください。はい、そうですね、はい、実はこの前も森さんとは、はい、Zoom で他を見ながらお話しさせていただいたので、はい、そうなんです、全然火曜日の5時と思っていただかなくても全然大丈夫です、はい、どんどん間口が広がっていきます。はい、そうです。なぜなら私もずっとしばらくテレワーク。そうなんですね。はい、はい、というわけでスカイナウは森さんがご出演してくださいます。はい、はいはい、私たち今日の夜もまたラジオあるんですよね。そうなんです、今日はハニベリデーです。はい、自分で説明お願いします、かなちゃん。はい、ですね、私たちのウクレレ時の、なんだっけ、ディレクターさんでもあります、はい、ヒロさんが、はい、四季の放送局ですよね。はい、そうです。クローバーメディアさん、はい、クローバーメディアさん、はい、クローバーメディアさんで番組を持ってらっしゃって、以前からお二人でゲストにいらしていただけませんかというオファーをいただいてて、その収録を先月ですね、はい、させていただきまして、はい、その放送が今日でございます。はい、そうなんです、はい、はい、今日の夜2週連続で出ちゃう。そうなんです、2週分録音してまいりました。はい、今日の夜22時ですね。はい、22時からです。それで、はい、今日のね、今日の30分間は多分このハニベリが若干借りてきた猫状態な感じで放送されるのではないかという。そうですね、ちょっとゲストさん風になってます。そう、
楽しみですね。そうなんですよ、はいはいはい、皆様ね、夜もどうぞお楽しみになさってください。はい、そして、はいはい、カモンレーベルのこの J-POP、はい、ウクレレカバーアルバム企画なんですけれども、うん、今ですね、皆様からお申し込みをね、いただいております。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ただ今回の企画、あの何人って実は決めていなくて、やりたい方はもう言っていただいたら、うんうん、こちらで対応しますっていう感じでも考えていますので、はい、まだまだ大丈夫です。はいはい、大丈夫です。お申し込み。そうなんです。あの特に定員は今のところ設けてないので、はい、あの次郎先生もじゃんじゃんって言ってたので。そうですね。あの今回やっぱりお申し込みをいただく中で、若干やっぱりとっても大切なポイントは、日本の曲のカバーがカバーだけですよということと、あとそのカバー曲も、ジャスラック と、ネクストーン、この2つが、管理している曲に限りますということなので、はい、ぜひこの2つの、ね、公式サイトがあります。その楽曲検索ができますので、皆さん歌いたい曲があったら一応調べていただいて、その中で日本の曲ってなってるものが歌える曲になりますので、確認してから申し込みの3曲候補に入れていただきたいと思います。はい、はい、ちょっと私たちも悩んでるよね。そう、そろそろ決めないとね。ていうかその話になかなかならない。ならない。ならない。そろそろ決めないと。 そうね、そろそろ決めましょう。はい、はいはいはい、はい、というわけでモーニングハニベリ、今日はそろそろお別れの時間がやってまいりました。はーい、はい、いうことは以上かしら。そうですね、大丈夫かしら。はい、はいはいはい、大丈夫です、うん、あとは夕方 の、はい、あのウクレレ時の方でも私たちおしゃべりさせていただきますので、皆様ぜひ夕方4時からリッスンラジオでコマラジにチャンネル合わせてください。はい、それでは今日も元気にお過ごしください。モーニングハニベリでした。はい、では皆さんまた明日。